ありゃまた女の子ちゃん妹ちゃんがお兄ちゃんの上に乗っかってる。この子たちいつもお兄ちゃんが枕になっとるみたい。だけどもなんだかあなたたち楽しそうだね。ママもおるし楽しいすく過ごせる環境でよかった。僕もこの中に入りたいけどあと10日間は我慢しなきゃいけないんだって。だって今日あなたたち生後20日目もう順番順番でママに甘えとるね。はい、というわけでもうママに甘えた後はもうこれのお乳タイム。もうこの時間になると特にお兄ちゃん、お兄ちゃんは色めきだっちゃものすごくゴキゴキなんだる。生まれたばっかりの時はこの兄弟ほとんど同じぐらいの大きさだったんだけど、もうお兄ちゃんはもうとんでもない勢いでいつも飲んどるもんだから、もうどん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 これ大きくなりすぎっていうこういうお話。だけどもこの子たちはもう一番最初の頃にも言ったけども、ちょっと早産でちょっと未熟児な感じで生まれてきたもんだから、もうこうやって大きくなってくれることもう J はとっても嬉しい。もうどんだけでも大きくなればいいんじゃないのって僕思っちゃう。ほんでこれ妹ちゃん、妹ちゃんも最近はちょっと食欲旺盛でもう兄ちゃん負けんぐらい飲んどるよ。はーい、おっぱいが終わってもう兄ちゃん動けんぐらいお腹ポンポコリンだね。あ、ご食遅れました。どうも子犬たちの父親のジェイザクです。でこれ妹ちゃん、あ、パパさん妹ちゃん触っちゃダメなんだぜ。おい、可愛いからって触ったら寝とったのに。パパさんそれはあら、妹ちゃんちょっと嬉しいなって顔したね今。俺ほうだ、パパさん毎日こうやって触ってるもんだから、もうこの子たち、あら、俺でもゴロンってなっちゃったこれ。あれ、自分で起き上がれるのかしらこれ。自分で起き上がらなあかんのだけども、 J もパパさんももうすぐ手助けしちゃう。もう甘やかし放題の夏、こういう風じゃいかんって話聞いたことあるけど、もうこういうスタイルでうちはやらせてもらってます。でまたこれお兄ちゃんのお腹を枕に、もういつもお兄ちゃん枕にされとる。まあ、考えてみたらお兄ちゃんが枕になったらもう妹ちゃん潰されちゃうわ。だけどもうお兄ちゃんももうこれもう抵抗しとるよ。いつも僕ばっかり枕じゃないのっつって怒っとる。でもこれ妹ちゃん関係ねえって顔しとる。そんなもん枕はされる人とされん、枕にする人と2種類あるんだわってこういう顔しとる。お兄ちゃんもうポンポコリン、妹ちゃんも順調に大きくなってるんだって。パパさんは毎日体重計測るのが楽しみなんだってさ。みんないっぱい飲んで大きくなるんだぞ。Thank you.